どうも、クイズの研修長の伊沢です。ライターの川上です。ライターのこちゃんです。ナイスガイのスガイです。本日の企画は語呂合わせグランプリ。視聴者の皆さんの中には暗記が苦手だっていう人も多いのではないでしょうか。ということで今日は暗記術の鉄板語呂合わせをやっていきましょう。僕がお題を出しますのでいい語呂合わせを作ってください。まあ大喜利系かいや、まあ面白さでも選びますし、まあ、覚えやすいねそれとか、なるほどね、まあそういう追加情報を足してきてるのすごいなとか、まあいろいろ総合的に言います。なるほどね。何で覚えた平安京意味わかんないですよ。まあそうですね。ずっと思ったんですけど。そういうのはちょっといかがなものかということで、もうなるべく覚えやすいのを作りたいなっていう。俺が一番好きな語呂合わせ言っていい？はい。ワンツーツーワン上級のラン。おお。何を語呂合わせたんだ今。なんか俺中学の時にこれ聞いて大感動してた。上級の欄はずっとこれで覚えてる。じゃあ早速1問目のお題。あ、もう早いね。はい、1問目のお題は上級の欄です。ほらもうダメじゃん。なんだよ。ちなみに年号は1221年です。じゃあ俺がめっちゃ覚えやすい上級の欄の語呂合わせみんなに教えてあげよう。語呂合わせ覚えたことないからな。上級の欄って何してたやつでしたっけ。まあ後鳥羽上皇が朝廷側がまあ勢力を盛り返そうとして、まあ幕府側にまあ攻め立てていったっていう時期ですね。ほう。一番語っていたこうちゃんから言いましょう。いや本当に苦手なんですよこれ本当に。はい、お吐き出すよ。いいから開けろ。加藤ひふみ。どういうこと。加藤ひふみいますね。加藤ひふみさん。加藤ひふみさんね。加藤ひふみ1、2、3なんですよ。はい。で1、2、3であることにまず気づいて、あ1、2、1近いなと思って、で、上級の欄の年号は1221なんです。はい、で2と1って足せば3じゃないですか。だから加藤一二三で、ここ最後この一二三、ここ2と1ですね。でここ加藤一二三は3で、3は1と1って言っても、まあやめよう。上級の欄の説明をしてないよね。上級の欄とも言ってないもん、なんなら。いやーこれは難しいですね。2の年号できるから。確かに。川上さん行きましょう。無理やりなんだ。今日にいつ着いたの上級の欄。あ、でもうまい。おお。うわー、そういう。ちゃんとしてますね。ちゃんとしてるけど、なんか上級の欄の説明はそんなにしてないんだ実は。まあ、何を無理ですよりは、こっちの方がいいと思う。そうですね。ずっとあれはディスり続けてる。調べたら、方法結局平安京がかかってるって書いてあったんですけど、かかってないじゃん。あー。高度な韻の踏み方的なことなんですね。なるほど。本当に最後の最後の逆韻しかしてない。数字にも戻しやすいし、京都で起きたってことがわかるっていう。まあね、加藤ひふふひよりより先そっちだったからまあエアを。では伊沢さん行きましょう。はい、僕覚えやすいと思うよ。はい、意思についてレッツゴトバゴーゴートバ上級のラン。レッツゴーとゴートバのゴーがかかってて、上級のランも走りでかかってるっていう昭和のギャグみたいな感じ。どことなくスーレッツゴー。1個いいですか。後鳥羽の好みが違います。あ、ほんとだ。まあまあでもこれで1についてで年号を覚えて、うん、レッツゴーの5から始まってたなっていうのと、まあランだったなっていうので、まあ3つかかってると考えて。そうですね、要素詰め込んでる点でいいんじゃない。まあそうですね、うん、はい、頑張ったよ。素晴らしい語呂合わせを見せてあげましょう。あ、これいくぞ。ワンツーツーワン上級のラン。まんまワンツーツーは本質的にリフリと変わってない。結構ディスってたのにさ。いや、ワンツーツーワン上級のラインより覚えやすいことないから。マジで。うわー、なんか意外と難しいなこれ。意外と難しいの。もうこれもう言うまでもこっからこっちでしょ。まあそうですね。そうですね。はい、では今回の勝者は1についてレッツゴトバ上級のランでーす。ゴトバ上級、イエーイ。俺じゃないと思ってちょっと説得をしようとしたら、いや、ゴトバ勝ってしまいましたね、これでね。はい、まあちょっと情報を詰め込んでるのは僕好きなので。はい、続いてのお題はニュートンが万有引力を発見した1666年です。この年はニュートンの奇跡の年と呼ばれておりまして、ニュートンが万有引力を発見して、さらに微分積分法を考案したのと同じ年なんです。えらい。なんでまあどっちでもいいです、使う情報は。動画を見て皆さんに役立つものをお届けしたい、その一心で考えてます。その結果は加藤ひふふひだ。だから変になんか別の年号を知ってると、なんかそのちょうど300年後とかになるんですね。まあそういうのでもいいですけど、ね、やった。それでは我こそはという人がいればバシッ。ああ、はい、どうぞ。ヒュルルルル、リンゴが落ちたよニュートン先生。ああ、でも普通に覚えやすいですよね。微分とか積分とか利用してしちゃダメです。それは後で付け加えで覚えればいいから、とにかく主題を絞って語呂にしやすいところをやると、ちょっと面白いけど、まあ、覚えやすいって感じですね。そうだよね。はい、では
伊沢さん行きましょうか。あ、俺行くの。引力疲労、守備力疲労、あ、違う。もう一回言ってました。完全にミスった。引力理論、守備力疲労、リンゴとニューソン。イエーイ。おーイエーイ。ラジオ全部ロックでやる。引力はね、引力が6みたいな、ね。理論もね、まあもう頑張れよ。でも結構綺麗にまとまってはいますね。そうですね、はい、引力理論、リンゴとニュートンでいいでしょ。いいでしょって。は？高井さん行きましょう。僕もね、結構近畿を犯しちゃった。近畿、いろんなリンゴ66。66の方頑張ってほしかった。いやでも大体っすよ、なんか何世紀かなってことぐらいは覚えてるから。いろんなでね、いろんな、そこだけ覚えられる。これ思い出そうとしたときに、いろんなリンゴが何個かあったんだけどな。ダン。え、鎌倉幕府滅亡から330年。さっき何やりました。上級なんですね。上級だね。上級なっていつ使ったんですか。鎌倉時代ですね、はい、じゃあ鎌倉時代のこと覚えたな。じゃあ次は鎌倉時代から次の話行こうとするときに、皆さん何考えますか。一旦鎌倉幕府滅亡させますよね。それは1333年です。これは覚える。仕方ない。え、これは覚える。覚える。仕方ない。これ世界史じゃん。これ世界史なんだよ。333に333足すんですよ。絶対覚えられる。結果的にこの行為全般によって覚えられたよ。そうですね。やべえ、また勝ちが見えちゃった。やべえ、どうしよう。え、本当に言ってる。今回の正解は。ヒルルルルリンゴが落ちたよ、ニュートン先生。まあそうでしょう。いやでもこれ納得、これは納得です。それでは最終問題です。はい、イエーイ。よし、最後のお題は、100年戦争が1337年から1457年です。いやあれ53年じゃないですか。あ、53年です。53年です。ナイスソロー。コウちゃん完全に覚えてるし。全部覚えてる。語呂は作れないけど覚えてる。大丈夫。1337年から1453年、100年戦争、はい。まあ、軽く説明するとフランスとイギリスの戦争ということですね。まあ、現在のフランスとイギリスの国境線はもうこの時に決定したと言ってもいい。そうですね、ほぼ決定しましたね。で、有名なジャンヌ・ダルクはこの戦争に活躍したと、はい、サイバーちゃんのボロにしちゃいます。今ではボロでないことは認めた。伊沢さんからいきます。じゃあいく。いざみんな生きて多様性をフランス、ジャンヌ登場、いよいよ誤算、プラチョ落ちて崩れたプラン、イエーイ。インフムのジャンヌ。なんかジャンヌ登場、いよいよ誤算とか感動したんだけど俺。ジャンヌ登場してイギリスにとっては誤算なことが起こって、はい、フランスが勝ったってことでしょ。はい、はい、これ基本的に全部イギリス視点ですね。フランスとプランで踏んでるし、プラとプラで党員も踏んでるし、偉いねこれ。インフム企画じゃないんだよ。語呂合わせだから。だけどプラチョがちょっと面白い。あんまプラチョって言わない。じゃあ僕も見せます。お、イエー。はい、いざみんなで戦おう、日々ロークに耐えた100年戦争。おお、116入ってますね。1453が分かんなかったので、はいはい、引き算したら116だったので、まあ日々ロークに耐えるということで、はい、あのあとは足し算すれば1453年出るので。なるほど。あとここ王とソウで踏めてます。それはどっちでもいい。僕もちょっとかぶってます。なるほど。はい、はい、いきますと、はい、まあ、まずは、まあ、フランスが劣勢だということを念頭に置いて、めっちゃ格好の中でかい。いざ、サナギのように。サナギってすごくサナギ鳥に食べれるんですよ。だから自分の中で誤算が大きいんです。だからサナギのようにイオ、イオはなんか掛け声で誤算にさせろ、イギリスに対してね。フランス側だとして、はい、くそ、このままじゃ負けちゃうなって思ってるんですけど、はい、いや待って、いや相手はさなぎのように誤算の多いような人に差し合いんじゃないかって思うんですよ。かぶってはいるよね。かぶってはいる、まあ、いざとね、どことなくかぶってはいる。、はい、まさかね、37をみなとかみんなじゃなくてさなぎに使うっていう独自の発想が見られましたね。じゃあ誰ともかぶってないか、赤見さんいきましょう。かぶってないわけではないんだけど、おどうぞ。と、はい、100年戦争で遺産がみんないよいよゴミに。おお。でもうまいんじゃないですか。ただなんか意味はいまいちわかんない。なんか負けた方からしたらこんな感じやろぐらい。ああ、確かに確かに。語呂合わせのね、精度としてはかなり高いですね、うん、あとやっぱ企画の趣旨に決まってる。正しいことやってると思う。正しい。今回の正解は、いざみんなで戦おう、日々ロークに耐えた100年戦争です。イエーイ、覚えやすい。これ納得感あるね。はい、長さと耐えたがすごい合ってるのがいいですね。そうですね、ゴロも日々ロークに耐えたでぴったりだし、はい、菅井さん勝利です。これは
ね、最初のやつは置いといて上手だった。ワンツーツーワンは本当にね、もう僕が考えるとかじゃないんだから感じてほしい。いや、なんか今思ったのが、はい、お互いに褒め合ってるのを見て、そういうのなかったな。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。